すけさん、きょんしーさん、ありがとうございます。こんばんは。デブニアさん、しんしんさん、ありがとうございます。こんばんは。きょうへいさん、ありがとうございます。うわ、今日右の目だけまつげが下がったんだった。なんでやろ。修造さん、ダダダダムドさん、シンシンさん、キョンシーさん、イシケンマシンさん、ダダダダムドさん、デブニアさん、テンキュー。話し会一瞬だったけどめっちゃ幸せ続いてる。ほんと？イエーイ。かわいいお洋服着てる。なんかあったの。まあね、実は坪ゆうすけさん、ありがとう。ストーチの聖母から溢れてる母性、呼んでください。瀬戸内の聖母。こんばんは。てつさん、つぼゆうすけさん、 Thank you。今日は話し会できてよかったと心から思った。ほんと？イエイ。美人すぎて泣いた。イエーイ。メールの片方の紙持ってるの。うん、片側か。よかった。2月の初めましてに向けて一生キャラ設定。聖母だったんだって思った。そうですよ。遠慮せずに呼んでください。大人っぽくて美人でめっちゃタイプ。本当ですか。そういうのが求められてるのかな、私には。くっしっしっし。今日はでも前髪の正解がわからんかった。ずっと デブニアさん、キョンシーさん、スカパラダさん、ありがとう。明日もよろしくです。よろティック。明後日のお久しぶりが、おお楽しみ。メールのセクシーポーズ僕もよくします。なんで。おーちゃんさん、デブニアさん、ありがとう。うん、やっぱこのコンボかわいい口。未知のメールは気づくとたくさん溜まっとる。なんで。今日ハートしてくれたので心全部持ってかれました。ほんと？ギルスさん、キョンシーさん、ありがとう。下打ちの妹から下打ちの、いやー、ワイの好みに突き刺さった。マジねえ。バーで一杯引っ掛け帰宅の私、そんな感じに見えます。こんばんは。このっぽいやろ。やっぱ同い年なの忘れた。年齢的に同い年ですね。昨日のメールの丸の画像を今日見返したら可愛すぎてニヤニヤしながらロック画にした。ありゃ恥ずかしい。スランプくんさん、ありがとう。うん、そういうことね。明日はミーヨンさんの誕生日ね。うちは可愛いもいけるし綺麗もいける。いやいや褒めすぎやって。20歳最後に話すのがみち。マジ？わあ。みちが今年着た服の中で一番好きかも。これ？まあね。
リブニアさん、 Thank you。 三谷キニセニーさん、ありがとう。うちだけ下がってる。みちの声好きすぎて充電の時の音にしてる。私がなんて言ってるの。どれが元旦アウトレットか考えてきて。これは違う。これは福袋。プレゼントでいただいた福袋の中に入っていたお洋服ですね。今日の写真全部ツイートしてほしいまである。全身ってこと？充電開始しますみたいな声言ってくれたら充電にしやすくなるね。何にしてるんだろう。私が何を言ってるんだろう。よりの側ドキドキする。ストーリーの質問に返信してくれた時の待っててなって声めっちゃイケボ。待っててな。なんでよ。あ、充電終わるの待っててなってこと？ってことでやってる？福袋いいの入っててよきな。福袋 OK なんや、初めて知った。そう、ジェラピケとリリーブラウンの福袋をいただいて、そうめっちゃ嬉しい。僕はミチがうな勝つって言ってるやつ、勝つ勝つ面白い。自由に音設定できるなら家電全部ミチにしたい。歌うよ。トゥン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 、トゥトゥトゥントゥトゥトゥンテトゥ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 ン、お風呂が沸きましたっていう、全部言う、全部歌います。トゥンテトゥトゥンテトゥトゥ、これねワンピースなんですよね。映らん。ごめんなさんじゃないよ。トゥンテトゥトゥンテトゥトゥン、トゥトゥトゥントゥトゥトゥントゥントゥ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 ン、お風呂が沸きました。ゆきさんありがとう。 Windows の起動音わからん。イマムーさん Thank you。 トゥ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 ントゥトゥトゥントゥン、トゥトゥトゥントゥトゥトゥン、トゥ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 ン、お風呂が沸きました。カーナビ右折します。右右走れ走れ。爆速爆速。夏目さんありがとう。勉強してるときにスマホいじらないような音声欲しい。勉強頑張って。まだダメよ。まだダメよ、開いたら。セブンに入ったときの音。なんだっけ。キリン。ゴディバのカレーパン？どういうこと？この間友達に最近みちゅいい女感すごいよねって言われたからでしょってどうやっといて。まあもう21歳ももうじきですからね。
ティリティンティンティン、お風呂が沸きました。何ティンティリティンティンティンって。デブニアさんありがとう。みおちさんです。あ、にゃん。お兄さん起きて言ってくれたら毎朝幸せになります。デブニアさん、ありがとう。うん。ねえ、ほんとに。20歳が1ヶ月もないなんて信じられない。もうどうしよう。今年あたりから魚座卒業できそう。どういうこと？どういうことよ。魚座は一生卒業しませんけど。でも自分は魚座にも水瓶座にもなれるから。ももくまさん、スカパラナさん、ありがとう。うん、セプトの千秋楽の動画。また雨に濡れることが怖くてさ。僕のアラーム各駅停車いいね。あやぱに報告したら私もですもっと長くなりたい。そう、23じゃないよ、次21です。 M ケンさん、また旅さん、ありがとう。水亀座で会ってほしい。なんで？みちゅって何型って言われる？でも、なんか A 型っぽいって言われるけど、よく知ってるか人には O 型、あ、O 型ねって言われる。21が一番一時期なこと？すぐ去るってこと？何それ、何座？第一印象はめちゃくちゃ A 型やと思った。ほんと？バサッとした性格大雑把ってことでしょ。そうそう、みちゃん C っぽい初見の配信から O だと思った。なんで最初何見たん？ミヨンさんと同じ誕生日明日やん。うん、なんか今日美人そうです。マサさん Thank you。 もしみちが B 型だったらなんかやだ。なんで？コッコがみつきはよく約束時間に遅れてくるって言ってたけど本当？本当。デブニアさんありがとう。 iPhone に寝ろって言われたんで。あら、素敵な iPhone ですね。初対面 AB だと思ってた。なんでそんなテンションの差が激しかったりしました。こんばんは。コッコとコラボしたい。お、ふわふわしてて、どういうこと？マッサーさん、お誕生日おめでとうございます。よいしょ。マッサーさん、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう、バッサーさん。バサバサ翼、妖精の翼。酒場の OL、 なんでそんなお酒用にあれな、よく言われたそれ本当。結構配信しながらだとさ、
あのコラボリクエスト送れないんですね。一回やめてやらんといけないのか。こんばんは。ここ来ないかな、ここ。申請してこんかな。買いのか違うのかよく分からないよ。確かに。どっちなんだろう。こんばんは。髪ウェーブしてる。そう。うまい？私苦手なんですよ、髪のセット。でもちょっと大人っぽくなりたくて。ウェーブしたけど。もうまあ、なんかこれからワックスみたいなのつければよかったのにさ、何もつけなかったからさ、なんかって感じ。でもなんかツヤツヤじゃない？なんでだろう。自分でやった。一回切ってもすぐ戻れば大丈夫。今日いい匂いしそう。いい匂いって福ちゃんに言われた。今日お色気ある。まあね、もう21歳になるからね。友人たちに村田よりが大喜利企画だと思われてて泣いてますでも大喜利っぽい返信ばっか結構ありますもんね。でもそれが面白いよ。今日エッセンシャルつけてない。エッセンシャル最近つけてない。ちょっとカバンにずっと入れてるね。今日本当に美人さんでびっくり。カラー入れるともっと大人っぽく見えるだろうね。確かに。どう思います？何色が似合うと思う？眉毛の色良くない？今日マスカラしてるんだけど、眉毛の色良い。ああ良い、嬉しい。これからもボケられる。うん、あのケーキ美味しかったね。ケーキ私見えてなくてさ、あの刺さってるのやつだけ見えてて、そのツイッターで見て知りました。なんか皆さんに映ってる画角と違うのかな、自分のオンライン話し会の。分からんけど。そう、ありがとう、嬉しかった。作ったのあれ。友達だったら好きなヨーヨープレゼントヨー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 ね。ヨーヨーはでもプレゼントに多分くれる、くれないぐらいの値段なのかな、好きなヨーヨーが。でもありがとう、気持ちだけでも嬉しい。この前の茶髪に見える配信でも好きになった。どこだっけそれ、いつやったっけ。村勝オンリーユーさん、ありがとう。メールの写真ゆるく巻いてる。 Y 最後のメール自然な色の、あね、今日の、ね、最後。そうそう思った自分でも。インナーカラーを赤にしてる。ほい、節分は何するの。ん、節分は豆食べる。今日退院しました。お疲れ様です、おめでとうございます。キヨさん、キヨちゃんさん、 Thank you。 うん、私センシティブな、鼻つよつよね。ここハイライト入れてる。ここ入れてないんじゃない。こんばんは。村田よりまた撮っても受け入れてくれますか。撮ってくださいよ。最近は面白い企画してるからね。眉毛の色良くない？みんな眉毛の色を褒めて。ふん、何よりの返信全然してないや。待ってるよ。
イエイイエイ。写真パネル来るの楽しみ。お、待っててください。まとめ方かわいすぎて草なぜ村出よりはやめたのか聞かないのか。まあやめた理由があったんでしょうね。眉毛伸びた？伸びてない。眉毛の色いい。いや、みんなそんなに褒めてくれるなんて自分が褒めてって言ったのに。これを使ってます。インテグレイトニュアンスアイブローマスカラ BR380。明るめの髪色の人用なんですけど、抜け感が出ておすすめです。みちさんはやっぱりピンクが似合うね。自分も思った。なんかさ、オレンジメイクとかさしてたじゃないですか。すごいハマってたんですけど、オレンジメイクもオレンジメイクで好きなんですよ、めっちゃ。でもなんかね、なんかピンクの唇とかにした方が、あの、なんか顔が明るく見える気がして。村田より返してる人増えた気がね。増えたよね。嬉しかった。返しやすいのかな、やっぱクイズとか。ブルーさん Thank you。 今日は可愛いでしょ。村田よりの返信って見てくれてるの？あのツイッターでね、やってくれてるの見ます。こんばんは。メイクさんにアドバイスもらった。そう、メイクさんがあのね、これの危ない、これのごめん、イヤホンの方耳が痛かった。これの違う色のやつを使ってたんですよ。でなんかね、眉マスカラってすごいパリパリパリになるんですけど、これはパリパリにもならんし、すごいいいよって教えてもらって、もうね、それ武道館の時のメイクさんに教えてもらって、武道館の時に使っていただいたんですけど、それからも自分ですぐ買いに行って、すぐ買いに行った。村田よりやめた理由はミチが尊すぎて不正本当美人綺麗すぎます。いやいやいや、そんなことないです定型文に入れれば。確かに眉毛の色いいねって。可愛いパッケージね。インテグレートさんでもこんなんよね。なんかハートってイメージある。ひゅー、でも前髪が今日はダメだ。高くないよ。高くなかったと。眉毛にアイシャドウ少しやると垢抜けると聞いた。そうなんだ。こんばんは。村出入りやめるのは町に引っ越した町に引っ越した。確かにそれは村じゃなくなるもんね。リリーなんちゃらっていうリップ探してたんだっけ。え、なんだっけそれ。リリーなんちゃら、わかんない。今日の雰囲気みなみに似てる。石田の、石田のみなみはね、よく似てるって言われることがある。全然似てないのにね。みなみんだってさ、ま、目クリンクリンじゃないですか。でもどっちかっていうとクリンクリンじゃないからさって思う、いつも。どこが似とんじゃろってもよく言われることはある。3番目ぐらい。トロブさん、千穂ちゃん、みなみ、透明感あるからピンク系のが映え、映える。透明感、とりあえず抜け感と透け感大切。
ハッシーさん、おありがとう。髪の毛も素敵。本当ですか？髪の毛ね。でもなんか染めたいなって思うけど、一周回って自分の色も好きなんですよね。一周は回ってないけど、今日でも黒く見えるな。まあいいか。早速後で村で揺れとるのでうん、ありがとう。今日も明日もきっと可愛い。あ、これはみんなこれは待って、これ私めっちゃラグある？チャラがあるかもしれない。村勝オンリーユーさん、 Thank you。 うん、この眉毛の色いいんですよ。みんな使って。ギルスさん、 Thank you。 眉毛の色を変えるだけでね、あの変わるので。そう、スカパラダさんありがとう。サイドから前髪持ってきたらどんな感じ？どういうこと？生姜焼き食べながら配信見ててもいいですか？ダメだよどっちかに集中って。リリーブランドリップってないの？え、ないんじゃない？わかんない。あるんですかね？知らんわ。え生きてるスピード感って何？俺にも似てる。マジ？タニモンさんありがとうもっとゆるわきたくさんして。やりたい。イヤリングかネックレスめっちゃ合いそうね。今日なんでつけんかったんやろって思った。今もつけてないけど。もし誕生日1日限定で髪色を変えるとしたら何色に変身しますか？え、でもね、あのね、毛先だけあのひなみたいな色にしたい。ひなぎくとか。あん、ごめん、ラグラグだ。エリリンが、エリリンって呼んでるんですか、おだいりなさんのこと。ありゃりゃ、あれ今日は恋愛系の質問してくれないのそんなに。眉は前髪よりワントーン明るくすると抜け感あると聞いたことある。え、じゃあ今の私ぐらいじゃん。最近自分の眉毛が好きになってきた。あ、ボビーブラウンね。ボビーブラウンは、そうそうそう。今日はアクセサリーなしのが逆にいい、逆に。おぉ！オフィスマンだから。今日2月の話し会に向けて髪切りました。おぉ！ミチュインテールもしてきたね。ホジェさんありがとう。おぉ！ラグなくなった。牛の字上手でしょ。刀流しで耳出してるのがなお良きでした。でもあれはもうやらない。ここではメールとお話し会のあれだけ。あ、でもツイッターの写真そうだったっけ。ミチピンク似合うよ。ひなぎく可愛すぎたはずねえはずって。髪切ってない。村勝オンリーユーさん、ゆきさんありがとう。そう、毛先に入れたい。全体はいい。トムブラウンダメ。今日出たインタビューに載ってたアウトレットのコーディネートめっちゃ好きだった。マジ？ Why？ 道編みは道が一番似合う。そうかな。こんばんは。シティオタク始めた頃は素朴な美人だなって思ってたけど、最近は曜日さ、マジ幸薄そうって言われてた、うん、で素朴というか、うん、それは自分でも思う。妖艶ね。天使の絵の具さんありがとう。アッシュグレー、アッシュグレー、そう、アッシュにしたい。アッシュなん、アッシュ、アッシュがついてる色にしたい。全体染めるならアッシュかミルクティーか。
グレージュ。まあでも染めんよ、このグループにおるうちは。多分なんかがないとね。ジョニー平田さん、ありがとう。ツイッターのうち友達の美人のお姉ちゃん、ほんと？はい、アッシュ似合いそう。ゆきさん、 Thank you。 僕たちは道色に染まってる。ほんとかい？ショートにしたらどうなるんだろうね。ショートね、本当にね、一回もしたことないの、人生で。うん、じゃき自分でも分からん。こんなんじゃ分からんもんね、だって。ウルフミチュ、めっちゃ色だから明るいに似合いそう。でも言うほど茶色でもな。どう思う？今度セプトさんの舞台出られるとして、地毛を染めてって言われたら、え、私はセプトさんに関われるんだったらもう何でもしますよ。もうでもそれはまあ運営さん、 STU 側の運営さんがあのね、ゴーを出してくれんにゃ。髪色は変えれんけども気持ちはしたい。最近のおとろがおみちゃんに見える。絶対似合うし、また惚れる。いい。なぜか髪を上げると小顔になるみちゃん。え、そうなんですよ、私さ、そうなんですよじゃないけどさ、髪まとめた方がさ顔ちっちゃく見えるんですよね。なんかさ、こうこうした方がさちっちゃく見える気もするけど、なんかポニーテールとかの方がちっちゃく見えるんですよね。なんでなんだろう。昔の ST48 の MV に見て出てた、なんちゃってショートしてる、これでしょ。あれ好きな方多かった。鏡に向かって私がこうやってたやつ、懐かしいな。光が入ると茶色になる。でも黒目ちっちゃいよね。こんばんは。みちは舞台の裏方にもちょっと興味ありそう。うん、前髪どこまで伸ばしたことあります？全然ない。こんぐらいかな。ゆうとアットマークさん、ありがとう。ね、輪郭のこと？いやいやいや、お話し会初めて申し込みました。おお、本当ですか、ありがとう。ピスタチオさんに見えた。え、どういうこと？ドゥルルルルルズンの？首が綺麗。いや、そんなこともないけどね。そう、ポニーテールの方が自分でも思う。なんかまとめ髪した時は顔ちっちゃく見えるって思うんです。奥さんのしげさん、ありがとう。エッチの魅力分かると思います。どういうこと？みちゅにはいつかセプトバンドの一員になって我らはただ寄り添うのみ。懐かしい、そのセリフ。いや、自分はあの音響さんとかになりたい。このこれをやめる、やめてなら、やめたなら、やめるなら、そう、舞台というか音楽に
音楽に関わっていたい人生。ツインテールにしたら小顔に見えるらしい。あ、それ私違いますね。私それじゃない私ツインテールで小顔に見える派の人じゃないので、顔がツインテールは難しいかなそう、首綺麗じゃない。私もピスタチオに似てるってたまに言われるから。本当？ちなみにめっちゃ嘘。知ってるよ、あなたがツインテール好きなだけでしょ。こんばんは。横顔、横顔ね。でも横顔のなんかね、この前見たんですよ、横顔のなんかいい横顔の秘訣みたいな。でそしたらなんか大きな目と高い鼻と唇がそんなに出てないことって書いてて、そう、目もそんなクリッとした大きい目みたいな書いてたから、いやクリッともしてないなと思って。鼻は高いと思うんですよなんか高いっていうか、そう、わし鼻だからさ、高いというかって感じだけど、そう、唇を引っ込めてみようかね。唇も出てないわけではないからさ、ニコニコしとかんといけ。ニコニコして減らして、そう、目もバッて開いてやらんといけん。レコーディングスタジオで機材触る人ないで、うん、バランスボールって効果ある？自分も買おうか迷ってる。どうなんでしょうね、わかんないけど、私は楽しいから乗ってるよ。今年はミチで頑張るお待ちしてます。音響さん、そうそうそう、あとのボリューム調節したり音出ししたりとか、音響さんでもいろんなやることあると思うけどね。みちが音響やる STU のライブは全通する。本当？専属になるよ、そんなこと言ったら。お話しすれば理解力高いので、あなたの気持ちを分かってくれると思います。何が？フェイスライン。横顔綺麗なの、うまやましいうまいい意味でボーイッシュな感じの顔立ちでもあるけん、本当にお父さんになんだろうなって思う。ねえ、私本当に男っぽい顔してるからさ、いつも言うけどね、そう、小学校の時とか絶対これ私生まれてくる性別間違えたわって思ってたもん。てか本当に私は女なのかって思ってた。唇熱いのがチューした時に感触良さそう私は熱いからな、うん、バランスボールはちゃんとやれば効果あります。そっか、チャリコン最下見ての最善で見た道の横顔の綺麗さ忘れられん。嬉しい。そうそうそう、画面にニコニコして横向きで近づいてきて難しいやろ。セリアさんありがとう。音響機器好きなので家にワイヤレスイヤホンが7個。すごっ、自分もソニーさんのさ、ワイヤレスヘッドフォンをさ、この前買おうか迷ったんだけど3万4万ぐらいしたの。あれは迷いますよね。ねえ、ミヨンさんがあと20分でお誕生日。女の子にモテたりした？あーでもかっこよくなかったからな、中身が。今はモテますね、メンバーに同性だったら男性アイドルグループ好きになってたかも。あ、私がいる？確かにデブニアさんありがとう。ドストライクの顔嬉しい。
みちが男に生まれてたら多分ワイワイゲイになってる必然ってことやな。ノイキャンすごい。そうなの、イヤホンか。ああ、ユニゾン世界の音もいいよね。オーディオ凝ったら終わりない。確かに聞こえません。みちが男だったら絶対ガチ恋止まらん。まあな、 STA でユリの舞台やってほしい。あの機能で読もう。ソニーさん頑張ってるので買ってあげてください。買いたい。私ソニーさんのユニゾンスクエアガーデンさんが所属しされてるところだから、ソニーさんはもうソニーって感じ。みちがイケメンすぎなので女のガチ恋オタクが爆誕してしまったわけ。そういうことなのかな。ニノさんありがとう。ちょうどそのソニーのヘッドホンで、え、マジ配信聞いてます。マジ、え、あの茶色っぽいやつですよ。マジ、えー、いいな。そんな音が好きな人だったんだ。なんなら今でも軽くが違いこじらした。みちが男だったら僕はマイキー推しになる。それ面白い。みちが男だったら今の時間走ってる走っとるかもしれんな。確かに、うーん、どうですかね。うん、自分が男だったらどうなるの。片座の時みちさんもっと意識してみてれば。にゃー、片座もこうでしたからね。スカパラダさんありがとう。いい音質でいい音ねえ、羨ましいな。確かに最近男性の方より女性の方がガチ恋ですっていうファンの方っていうか応援してくださる方多いんですよ。うん、一応今もたまに使うイヤホンがガリでガチでガリで武道館でつけてたイヤモニと同じメーカーだし、似てたね。みちの可愛い笑顔が好きだよ。ありがとう。みちが男だったら他のメンバーを見つけてたっていううちにそうそう、茶色じゃなかった。茶色っていうか何て言ったの、クリーム色というか、なんか最近のやつ。どういう意味や。骨伝導イヤホン、なんじゃそれ。台湾のシェンさんありがとう。ガチャ恋って何ですか。うちが男性だったら彼女にしたいメンバーは葵ちゃん。私はみちが相手のことを思うことができるから応援したいと思いました。応援してありがとうございます。とにかく女性としてこの時代に降臨してくれたことに感謝。ありがとう。そんな、コッコは今が好き。今村さんの沼は深いと聞いたので水面を泳ぐ程度。なんでよ、私が引きずり込む。みちは UR に相当。 UR ってなかなか出るやつじゃんUR は出やすいよ。
うん、面白い。一押しガチャ、おう、私の親、母は一押しガチャ1回で全部出たらしい。星1から星5まで。こんばんは。七並べでいいよ。そうだね。うん、僕あと充電 8% だけど、充電してください。一回でシークレット3枚、すごい。毎回画面に、沖縄の地元のスーパーの BGM がいつも ST の大好きな人。なんでだろう、嬉しい。なんでだろう。なんでですか、それは。沖縄の方に応援してくださってる方がいるのかな。行きたいんですけど、そこ。沖縄行きたい。沖縄ね、もうね、私の大切な友達がいるんですよ。あの2020年の1月1日に一緒に尾道旅行したお友達。行きたい、そこ。いや、友達はそんなことしてない。スーパーで多分働いてないから。独り言で語るくらいになるの歌詞は今覚えてる。お、ヨロピク終着駅には僕以外いなかった。メインなスーパーって友達に言ったら絶対わかる。マジ？うちならべ全然未知のアイコン引けんのよね。愛が足りんのかね。いや、愛が足りんっていうか、まあそうですね、分散されてるかね、いろんな子に。邪険やない。沖縄行くなら5月がおすすめ。なんで？そういえば私の母上が見てみて、この子綺麗やねみたいなこと言ってました。母上ありがとうございます。あの餃子屋さんで ST の曲流れてました。あの餃子屋さんって何？有線でちょいちょい ST 流れるよな。ありがたい、有線さん。本当に。ST の曲結構いろんなとこで聞く。本当？嬉しい。確かに。でも自分もうわっ ST だってなるときある。アイコンやっと弾けた。お、嬉しい。おいしょ、マジか。同い年の山村さん頑張ってるのに。いやいや、でもね、そう、メンバーアイコン、あれ、なんて言ったらいいの、メンバーの顔のアイコンにしたら一押し力増しますもんね。ST って昔東京でティッシュ配りしてた？してました、ファーストの時。行きたいな。ラーメン屋でST流れてきたので替え玉したい。面白い。綺
近所のナフコ。マジ？ナフコもあれですよね。何？ローカルネタというか。愛が分散は的確すぎて何も言えん。ごめん。アイコン重ねるとちょっと上がる。そうそうそう、上がるよね。え、でも結構上がるよ。そのティッシュってまだあるの？ある。事務所にいっぱい。事務所にいっぱいあるからマネージャーさんが使っててさ、案件の時にさ、なんか例えば濡れたもの触ってさ、手拭きたい時にさ、ティッシュありますかって言ってさ、ティッシュいただいたらさ、それが出てくるっていうのがあるあるです。お願いマッスル。治癒視力1000超えるまであと少し。何万点。うん、まだあるし、暗闇の時だし、結構あの、そうそうそう、もうね、配りにくいというか、配る時もないんですよね、皆さんに。あとはもういないメンバーのとかが結構あるからね。私佐賀行ったんですよ、ティッシュ配りで。ほんとね。でもね、佐賀に人がいなかった。配るほどの、あれ暗闇です。じゃけん、なんかコッコがデートフェスの時にティッシュ配った。そうかも。うん、そうだね。なんかそう、あのそのティッシュの使い道を探して。でも佐賀は人いないってコッコが言ってたもん。でコッコがその、でもそれでコッコの親御さんとか妹さんとか、あのコッコのお友達さんに会えた。私が、うん、だから佐賀に行ってよかった。あと美味しいハンバーグも食べた。嬉しかったです。佐賀行きたい、またハンバーグ食べに。ハンバーグを食べて高校のうちにご挨拶に行く。そうそうそう、瀬戸内の佐賀来てほしい的なこと何日か前に言ってた。私に？神戸で配ってたやつ、福田の目を気にして未知からもらえなかったの懐かしい。ねえ、なんでよ。ハンバーグチーズ乗ってなかったと思う。美月に来てほしいって告白が。それはもうプロポーズじゃん。お、実家に来てほしいっていうプロポーズ良くない？本当だよ、ゼクシー買っていかなきゃ。リクさんありがとう。いやねえ、皆さん俺の実家に一緒に来てほしい。いやでもやめた方がいいか、そのプロポーズは難しいね。ほっぺあかん、ほんと？
コッコはうちに来たことある、うちに来たことある唯一のメンバーがコッコです。コッコってほんとツンデレがあるよね。どっちなんじゃそれな、ツンデレだよ本当に。こういう時の表情好き、にやけ散らかしとるからね。手土産のセンスが問われる。うわっ、どうしよう、バターケーキと煎じ柄とあんまりお酒飲まないのかな、いや飲むのかな、どうなんだろう親御さん。ちなみに親子には別れた時にしんどい経験談なの。うん、トロはなかったね。あ、ガンス、お土産が渋い。いやね、でもその親御さんっていう考えたら煎じ柄じゃない、広島違う、レモスコとかそれはちょっと違う。どうしようどうしよう、チョコパイアイスはダメだよ、それはちょっともうちょっと広島を出していかにゃ。ホジさん、デムニアさん、ありがとう。うん、にゃん、おーちゃんさん、ゆきさん、ありがとう。川通り餅いいね、美味しいよね、めっちゃ好き。レモスコは私が欲しい、レモスコいいよね。誕生読まなきゃ、ふう。早くコッコと結婚して、うん、みんな呼ぶわ結婚式には。にゃーって広島弁もいるね、にゃーってよく考えると可愛いですよね。なんとかせにゃ、早くなんとかせにゃね。はい、それでは壇上読みます。13位ライザンさん、12位キミさん、11位マサジさん、10位オフさん、9位リョウスケさん、8位キョンシーさん、7位ナツメさん、13位マサジさん、12位オフさん、11位リョウスケさん、10位キョウヘイさん、9位試験マシンさん、8位ナツメさん、7位ブルーさん、6位ダダダダムノさん、5位ギルスさん、4位キョンシーさん、3位 M ケンさん、2位ツボユウスケさん、そして1位はトゥルルルンジジャン、ユキさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルルンジジャン、マモルンさん、ありがとう。それでは今日も一日お疲れ様でした。ありがとう、ロバイチラップ、休み中。また明日。今日もお話しありがとうございました。明日もよろしくです。バイバーイ。